通に飲食とかだと心が折れた体が続かないとか、はい、ライン一本でいなくなっちゃうので、はい、普通にあるので、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。ちょっと直近だった事例で、あ、これ使える、あ、ちょっととある FC のうちのその店舗が、店長がいきなり辞めちゃって、どうしようっていう状態になっていて、採用も他の事業からこう、なんかアサイン担当者できないみたいな。はい。で、こう困ってますって言われて、僕もどうすればいいんだみたいなので、困っていて、お互いになんかどうしようどうしようみたいになってるんですけど。関さんのところの加盟店の店長ってことで合ってる？はい。で、そこが飛んじゃった。飛んじゃったっす。オーナーは別なんですけど。へぇー。閉めればいいんじゃないですか？そういう問題じゃなくて？こういうケースもう、どう、そういうケースあると思うんですけど。店長が飛ぶっていうのはありますよ。はい、これ業界にもよるんですが、さすがに武田塾はね、いきなり校社長が来ないってあんまないんですよ。やっぱり一応教育関係ってこともあるし、はい、でも普通に飲食とかだと心が折れた体が続かないとか、はい、ライン一本でいなくなっちゃうので、はい、普通にあるので、そこはやっぱり、まあ、今 の, マクサスさんの規模でっていうのはあれだけど、ゆくゆくはやっぱりそういうところで、まあ、さっきも言ったように緊急派遣とか、はい、そういうのはできるように持っておくっていうのは一つなんですけどね、はい、ただ基本的にこれ飛ばないってことはないんですよ、はい、やっぱりそういうことは起こるの で,、はい、でただそれを全部その本部で対応しますなんてこともできないじゃん今の規模で、はい、それはしょうがないよね、うん、まあ、じゃあ本部としてやるべきことは緊急派遣がそうなった時もできるようにちょっと体制を呼ぶ、そうね、だから社員とかそのもちろんこの緊急派遣要員ということじゃなくても、はい、会った時には誰かが行けるように、はい、うん、まあ、大きな本部はやっぱそういうの持ってるんですよ、はい、もちろんスペシャルチャージっていうのはいただきます、はい、でそれは結構取っていいんだけど、うん、誰かそういう時にはパッといけるというのを、はい、うん、ただまあどのぐらいの規模になったらそういうの持ったらいいですかってのは難しいとこですわね。こういう時に直営が何店舗かあると、なるほど、直営の人材を送れるっていう、そういうことがあるかもしれないね。武田塾の、店舗数の歴史と、はいはい、その時の正社員数のデータを作りました。それをこっそり見せます。あ、いいですか。そのところに横に、はい、この規模で僕の役員報酬がいくらだったかってのも書いてあるので、その表を見ていただければ、本部の学校入学特典で、あ、本当ですか、校舎数で、年商 で役員報酬も横並んでるんで、あと本部の社員とかの数があるんで、それを見ていただければ参考になると思います。林さんの役員報酬は参考にしない方がいいけど、まあ、社員数の方は参考にした。なるほど。ちなみにその時の、費用ってその大体どれぐらいが妥当だと思います？いや、これは基本的に例えば、はい、ね、店長の給料が30万ぐらい、はい、そうじゃん、まあ、基本的に倍です。倍です、ね、うん、宿泊費とか別は、うん、それ30万なんてでやったらこのままいてくれって言われて、そうですね、うん、そうなっちゃう、はい、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、はい。